はい、エメです。よろしくお願いいたします。それでは今回は菅井八段対藤井七冠の JT 杯のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が菅井八段、後手が藤井七冠で、四間飛車対居飛車の戦いとなっていきました。そして互いに端歩を突き合って駒組みが進行していくんですが、菅井八段は19手目、4六歩という非常に珍しい手を指していきました。場合によっては美濃囲い、場合によっては穴熊という手ですね。藤井七冠は3三角と普通に指しまして、5六銀に2四歩と突いていきました。そしてここからおとなしく駒組みが続くのかなと思っていたんですが、菅井八段はなんといきなり4五銀と指していきました。これで3四の歩を守るために2三玉を強要するという指し方ですね。そして以下7七角に8五歩と突きまして、5八金左3二銀と進行します。天守閣美濃と呼ばれる形で、藤井七冠が指すのは極めて珍しい形となっております。菅井八段が4五銀で無理やり誘導した局面となりました。そして菅井八段、1八香車と上がりまして、穴熊を目指します。ここで藤井七冠は5五歩と突きまして、次に3五歩から4四歩で銀を詰ます手を狙っていきました。でおとなしく指すなら3六銀、攻めるなら5六歩という2択なんですが、菅井八段は5六歩と攻めを選択しました。ここで3五歩なら5五歩で銀が助かるということですね。そして藤井七冠は4四歩と突きまして、3六銀に5六歩と一歩ただ取りをしていきました。ここで菅井八段がどうやって歩を取り返すかということなんですが、4七銀、6七金、いろいろ考えられた中で6七金を選択していきました。そして藤井七冠は5四銀と上がっていきます。以下5五金、5六金に5五歩と押さえまして、5七金、4二角と堂々と5筋の位を押さえていきました。菅井八段は1九玉と潜りまして、4三金、2八銀、7四歩、3九金、3三桂と駒組みが続いていきました。天守閣美濃が非常に堂々とした形で、将来的に1五歩同歩から1七歩同香、2五桂みたいな感じで端攻めも狙えそうな形になっています。そして菅井八段は5八飛車と回って、放っとけば5六歩同歩同金から5筋を逆襲する狙いを見せていきました。藤井七冠は8六歩と突きまして、同歩に7五歩とここで回戦していきます。形勢はほとんど互角でございます。以下同歩同角、8八飛車と菅井八段が8六角を受けていきました。8八飛車では潜在的に角を狙う7八飛車という手も非常に有力でした。そしてここで54手目、解説の度肝を抜いた、そして菅井八段も感想戦で驚いたという藤井七冠の鋭い一着が出ました。それが6五銀と歩の頭に出る手ですね。これがすごい手で、同歩と取れば5七角成と金が取れまして、これは後手が優勢となります。なので何か対策を考えないといけないんですが、菅井八段は悩んだ末に8五歩と静着を指しました。これで6五銀をうまく切り返して、形勢はごくわずかに菅井八段が指せる展開となっていたようです。6五銀も本当にすごい手だったんですが、8五歩も見事な切り返しでした。以下7六銀に対して9五角と出ていったのが面白い手でした。8七歩なら7八飛車と銀取りに回ることもできますので、実戦は9四歩と角を追っていくんですが、8四角とぶつけていきます。これが厳しいです。5三角とか引くと7四歩と垂らす手があるので、6四角と藤井七冠は引いていきました。これで7四歩の時に7三地点を受けているというメリットがあります。菅井八段は7八飛車と回っていきました。これもまた味のいい一着ですね。この銀取りを7七歩と藤井七冠が受けまして、以下6八飛車と進行していきます。次に6五歩と突く味のいい一着があります。藤井七冠はここから5三角とあらかじめ6五歩を柔らかく受けていきました。ここで7四歩と取らせても有力なんですが、
8五銀と取られてしまうということで、菅井八段は8八飛車と回っていきます。まあ、ちょっとここでソフトの読み筋は7四歩と垂らして8五銀に7三角成と、まあ、桂馬と角を差し違えてと金を作って先手も十分いけると、そういう読み筋を示していたんですが、さすがにここで角捨てる手は、ほとんどの人間は読まないかなという感じがいたしました。ということで8八飛車、極めて自然な一着です。ここから藤井七冠は5六歩とつきまして、同金に6七銀ならずと潜り込んでいきました。そしてここで菅井八段が指した5四歩という手が若干危なかったようで、藤井七冠の方に少し形勢が傾いていきました。ここ単に6五金とかわして7八歩成8七飛車とやっていれば、7六銀成なら5七飛車が絶好の活用になりますし、5六銀成は5四歩3一角4七銀と、ちょっと遊び気味だった銀をぶつけて成銀を取りに行く手があって、これはむしろ先手十分の信号だったと、そういう状況だったようです。ということで、この5四歩か6五金かが明暗を分けました。実戦は5四歩同金で金が上ずったんですが、後手に貴重な一歩が入りました。そして6五金同金5四歩と一回利かせていくんですが、この瞬間に7五角が強烈な手となりました。で、7五角に対して菅井八段は同角と取るんですが、同金と手順に金取りが解消されまして、駒得で後手が有利な展開となりました。まあ、ちなみに7五角に対して6五歩と本当は取りたいところなんですが、この場合は8四飛車とバッサリ切って同歩に7八歩成が、この7五の角が3九の金を睨んでいて、非常に先手としては嫌な格好になってしまうということですね。これはちょっと穴熊党としては薄くされて、いかにも任されそうで指せないと、そういう状況になっておりました。まあ、ということで同角同金で硬さをキープして駒損はしてしまうんですが、5三歩成で食らいつく道を菅井八段が選択いたしました。で、藤井七冠は7八歩成8七飛車に5六銀成となっていきました。5六銀成ではパッと見7六金と飛車を取りに行く手が見えるんですが、この場合は6七飛車同金4三銀もしくは4二銀と絡みつく手があって、穴熊が健在で、実戦的にかなり大変な形勢だったようです。まあ、ということで5六銀成が実戦的には静着と、そういう形になっておりました。菅井八段抑え込まれて困ったかに見えたんですが、ここから4五歩が素晴らしい手でした。同歩は4四歩と垂らしてと金攻めでいけそうな形になりますので、藤井七冠は手抜きで7六角とします。で、ここから菅井八段が指した4七飛車というのがすごい手です。成銀で飛車が取れる位置に飛車を逃がしていくという格好になりました。で、これに対して取らない手もあったんですが、藤井七冠は堂々と同成銀と最短の勝ちを目指していきます。以下同銀に5九飛車と5三のと金に当てつつ、場合によってはどこかで3九の金取りを狙って仕掛けていきました。そしてここで平凡にと金を受けるような手だと後手が一気に勝ちそうだったんですが、菅井八段もさすがで4二銀という意表の勝負手をひねり出していきました。仮にこれ同金だと同と同飛車に3一角が次の2二金からの詰めろと4二の飛車取りの詰めろ飛車取りで嫌だということですね。まあ、3一角に対しては4一銀と引いて詰めろ飛車取りを受ける手がありまして、これでも後手が若干良かったようですが、藤井七冠は3一角を打たせるのが嫌ということで2二金とがっちり受けていきました。これも早出し的には相手をこうげんなりさせるような非常にうまい一着で、藤井七冠の王様が固まってちょっと見えづらい形になって、菅井八段としては嫌な展開になりました。実戦はここから4一銀ならず同銀4四歩と菅井八段が攻めていくんですが、4二歩がまた冷静な一着ですね。以下4三歩成同歩4四歩と攻めていくんですが、同歩4三歩となったところで、ここで4二歩成が遅いと見て藤井七冠が8五飛車と、
守備に効いていた飛車を攻めに活用して一気に勝勢となりました。22金から手堅く受けて受けて、最後は8号飛車から鮮やかに飛車の活用で決め切ると、そういう形になりました。以下菅井八段4二歩成とするんですが、8九飛車上がるなるが次の3九飛車成を見せて非常に早い手となっています。受けても一手一手、3五桂とかがあって一手一手でちょっともう受けもないし、菅井八段は4三とと迫っていきます。ただ藤井七冠は3九飛車成とバッサリ切り込みまして、同銀同竜3八金に対してもズバッと同竜と切って決めにかかりました。そして同銀に4八金が詰めろで入っています。4八金に対して例えば3一角とか攻めてしまいますと2八銀で詰んでいます。同玉に3九銀と打ちまして、1九玉は2八金、1七玉は2五桂、2六玉3五金まで、詰むということですね。つまり4八金が詰めろですので先手から攻めることはできませんでした。ということで菅井八段は1回3三とと取ります。そして同玉に対して5五飛車と打っていきました。これが次5三飛車成を見せつつ、先ほどの2八銀から迫っていた時に2五桂馬に同飛車と取れるようにした攻防の一着なんですが、藤井七冠は冷静に4二銀と受けていきました。そして以下5三角と菅井八段が食らいついた手に対しまして、同銀同飛成4三金と丁寧に受けていきます。そして3一飛車に2三玉といったところで、菅井八段これ以上攻めがなく、先手玉は2八銀同玉3九角からの詰めろで手段がないと見て無念の投了となりました。投了図以下は3五桂には同歩3四銀1二玉と落ちておいて、これ以上有効な王手が続かず後手の勝ちが確定します。ちなみに打足ではございますが、111手目5五飛車のところですね、ここから実は2八銀と打つ詰み筋があったようです。以下同玉に3八金同玉4六桂と打ちまして、変化は広いんですが詰ますことができるということですね。例えば2八玉なら3九銀打ち1七玉、2八銀打ち2六玉、2五金打ち同飛車同歩、同玉としまして、そこで5八角成と合駒を請求する手がありまして、ギリギリ詰んでいたと、こういう手があったようです。合駒なら2四飛車取って同桂と取れませんので詰みということですね。ただここまで長手数で詰まさなくても、やはり JT 杯1手30秒の秒読みになりますんで、こういう危ないことをやらなくても4二銀から、しっかり受けていけば勝てるという藤井七冠の素晴らしい判断だったと思います。ということで藤井七冠が菅井八段の失着に乗じて差を広げまして、そこからはいわゆる藤井曲線と呼ばれる完璧な指し回しで勝って、見事に準決勝進出となりました。準決勝は永瀬王座との対戦となります。果たして藤井七冠は JT 杯昨年に続く連覇なるかどうか、そちらが注目ですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。